沖縄県の政策を進める上で県民の皆さんの理解と協力は欠かせません。そこで今週は県民の皆さんに必要な情報をお届けする県の広報についてお伝えします。現在県では県民生活に深い関わりのある行政の取り組みについて様々な広報媒体によって広く効果的に発信しています。今ご覧いただいているウマンチュ広場もその一つ。毎回分かりやすい番組作りを心がけ、手話通訳を交えながらお届けしています。また放送された番組はインターネットの動画チャンネルで見ることができます。動画チャンネルでは県の取り組みや定例記者会見の模様、さらに沖縄のさまざまな魅力も紹介しています。こちらはラジオ県民室の収録の様子です。月曜日から金曜日のお昼に県が実施する行事やさまざまな募集、お知らせを行っています。そして紙媒体では毎月1日にチュラ島沖縄を発行し、県民に親しまれる紙面作りを心がけ、県の取り組みなどを分かりやすく紹介しています。スタジオには県広報交流課の渡嘉敷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このウマンチュ広場はもちろんですが、県の情報をさまざまな媒体で、そして幅広く紹介しているんですね。はい、その他にも平成25年には県のホームページをリニューアルしました。見たい情報が一目でわかる、どなたにでも優しい内容を心がけています。また県の取り組みだけではなく、観光情報や歴史など沖縄に関する幅広い情報も紹介しています。そしてこちらに出ている沖縄こどもランドとはどのような内容でしょうか。はい、このサイトでは県内や県外の子どもたちを対象に沖縄県の暮らしや自然、産業などを分かりやすく紹介しています。なるほど、質問形式になっていて、これは大人でも楽しめそうですね。そうですね、ホームページではそれ以外にも沖縄県政出前講座の紹介もしています。それはどのような内容ですか。はい、これは県の職員が県民の皆様のもとに直接出向いて、県が日頃取り組んでいることについて説明する講座です。講座の内容は16分や96テーマを準備しておりますので、皆様の要望に沿ったテーマで開催しています。また昨年から電子チラシポータルサイト主婦を活用して、県内版では広報誌のチラシマ沖縄を配信しています。全国版では沖縄の観光や特産品についての特集を配信し、観光客や全国の方が見ても楽しめる内容となっています。わかりました。県の広報媒体では県の取り組みをはじめ、県民の皆さんに密着した大切な情報をお届けしています。今日ご紹介した各媒体をぜひご覧いただき、日々の生活にお役立てください。渡嘉敷さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて県からのお知らせです。県では国連の定めた世界自閉症啓発デーにちなみ、4月2日から8日までの間、県庁1階の県民ホールにて発達障害に関する情報コーナーを設けます。ぜひご来場ください。再開発ビルの着工のため那覇バスターミナルを工事期間中閉鎖します。閉鎖に伴い、現在のバスターミナル内で発着する路線バスの乗降場所が変わります。詳しくはご覧のところまで。沖縄県国際交流人材育成財団では平成27年度海洋小学生を募集します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。番組でご紹介した内容をもう一度見たいという方、ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。ララララララ。